あの僕新規事業開発室の師匠なんですけど、新規事業やんなくていいならやんなくていいに越したことない派なんですね。新しいことやるって、絶対歪みが生まれるはずで。最初のゼロを生み出せる力がない、でそこが課題なんだっていう課題設定をよく聞くケースもあるんですけど、果たしてそんなものが普通の企業の中で生み出せるのかって話なんですよ。やはりこのお話を聞いていらっしゃる企業経営者の方々、自分たちはどうしたらいいのかと悩んでいらっしゃる方も多いかと思うんですが、あの企業経営者とかリーダーはこの自分の会社を成長させていくためには何をしたらいいと思いますか？まずは石川さん、いかがでしょう？